続いて、ラブレターという曲をやります。皆さんラブレター書いたことありますか？僕はないんですけど、イメージ的にはなんか、ね、思い浮かれたことを書いたり、下駄箱にね突っ込むなんてね、そのようなイメージが湧いていますけど、あ、ストーカーという文化はいつから始まったんでしょうかね。気づかなくていいよ、僕はいつも君の爪からかかとまで全てを見ているよ。終わらない一日も